それでは愛と多田がこの表題の論文について紹介をさせていただきます。この論文は、昨年の ACL の、スチューデントリサーチワークショップに投稿された論文です。でこの論文では、臨床医師決定支援システム、お医者さんの、医師を決めるためにっていうのが必要だよねっていうことで、そこに焦点を当てている論文です。で、この論文では、クエリ学賞を、この分野に適用して、見てみようっていう感じの、ことをしています。でまた、文章検索を、ランク付け問題として、順序学習で、取り組みようってことをしています。で、一つ最初に、イントロダクションとモチベーションなんですが、バイオメディカルの分野、どの分野でもそうだと思うんですけど、たくさん論文だったり文献っていうのが発表されているので、それを、うまく使ってあげよう、うまく検索してあげようっていうのがあります。で、今回、これに伴って使うデータセットっていうのが、パブメドから、出ている、アファメカから、抽出されて作られている、クリニカル受診サポートトラックっていう、まさにこのようなこの、もののためにあるようなトラックなのかもしれないんですけど、内容としては以下のような内容が、含まれているようなものになります。で、先ほども触れましたが、与えられたクエリ、症例報告だったりっていうのに対して、ちゃんと、文章を見つけ、関連する、文章を、これの中から見つけ出してきてランク付けしてあげようっていうのがモチベーションです。で先ほど触れた、パブメドからの、データっていうのはですが、これが一応統計的な情報になります。で今回は主にこう2014を使っていることが多い感じです。で、この、クエリ拡張として、ドキュメント の検索をしていくんですが、ここで、3つの、アプローチ、3つの、方法を、適用して文章検索改善していこうというのがあるので、これ1つずつ、説明させていただきます。で1つ目が、クエリ拡張、代表的なのかもしれないですけど、関連したものをフィードバックしてくるっていうものです。検索結果クエリ拡張なしと比べて、比較していい結果が出ているっていうのはあるんですが、ここでも、関連してフィードバックっていうのと、これは人手が必要になるので、疑似的に関連性をフィードバックしてあげるっていうのを合わせてやっています。で、上の人手のものは、検索された上位の文書から、人手によって、合ってるものっていうのを選んできてあげるのに対して、下は、検索されたトップ文書に関連性があると仮定して、フィードバックに使ってあげるっていうものになります。で今回の実験は、この一番下のツールで実装されたモデルを使って実験しています。で、これが、結果です。この横のそうですね、これそれぞれの、PM25 と INXP-C2 の、結果になるんですけども、やはり、人手の方がいいはいいんですけど、少ない文章に関しては、疑似的な、フィードバックっていうのも頑張ってるよねっていう感じです。で、こちらに関しても、通じて言えることにはなるんですが、やはり、人手の部分が強いっていうのはあるんですが、一番上の、両方とも一番上の、拡張なしのものに比較すると、やはり性能は上がっているっていうのがあります。
てあげるかっていうのがあります。で、検索結果が上位の文章からクエリ拡張に関連する文章を、識別するってことを学習してあげて、よりフィードバックをうまくしてあげようっていうのがあります。で、今回の目的っていうのが、人手をちょっと使って、他のドキュメントの疑似判断、これ使い関連性あるねみたいのを、学んであげようっていうのが目的です。で、実験としてはこの下の2つで、クラシフィケーション、こちらのネイバー、ニアレストネイバーとニューラルネットと、それプラスして2つ目にクラスタリング県民図法を使って経平均法を使ってあげて、トレーニングデータとして使ってあげて、文章っていうのは、バックバーズと IDF のスコアと、人手でアノテーションしたものからのクラスっていうので、表現されています。で、検索されたフィードバック文章にして、先ほど触れた、関連性を予測してあげるっていうものになります。で、2つ目はこの上で触れたクラシフィケーションをしてあげた後に、さらに、経平均法で、関連するものからより関連性の低いものを除外してあげようっていうものになります。で、これをやっていく上で、ここでも、実験はこの一番上のツールを使って実験していきます。で、トレーニングはこちら あのCDS からの、単位のサマリーと、アノテーションしたものをトレーニングとして使ってあげて、識別する対象は、問題と検査と、処置ですねを、見てあげるっていうものになります。で、方法としては、予測した上位50文章の文章と、それに対する関連文章っていうのを使ってトレーニングしてあげて、でそれを使って予測した上位200文章の文章から関連するものを、取ってきてあげて、それでクエリを拡張するっていうもの。あまりこうマップだと差がない、右側でもそうですね、ですが、そうですね、オリジナルの、クエリよりはやはりこう性能を向上を確認することができます。で、また、ニューラルネットとか、下の、4つの手法どれも、スコアなかなか高いんですけども、上から2つ目っていうのは、特に人手を必要とするので、その部分で、改善が見られるかなっていうところではあります。で、最後に、外部リソースを使ってあげようっていうものになります。クエリ拡張をしてあげようっていうものになります。で、この UMLS っていう、この医学分野のこうデータセットっていうかメタストラスがあるんですけど、これを使ってあげます。で、この使ってあげるのに伴って、3つ方法を併用というか、それぞれ行います。3つの実験を行います。で、一番上は、クエリテキストから、先ほどの、医学知識の、先ほどの、こちらですねから、関連するものを識別して、クエリと一緒に使ってあげるっていうもので、のもので、つまりらしいんですが、これを使って、同様にクエリで、一緒に併用してあげるっていうもので、最後に、人手で選んできて、クエリと一緒にこの、ここから人手で選んで、クエリとともに、使用してあげるっていう3つの実験を行っています。で、こちらが結果になりまして、やはりこう
この RF が、やっぱりどうしても直接人手でフィードバックをするので強いっていうのはあるんですが、この先ほどのこっちの一番上のものが、結構スコアとして高いっていう結果が得られています。逆に先ほどの手法では人手を使ったものはまあそこまで精度が良くなかったという感じです。で、最初に触れた、検索を、順序ランク付け問題、順位ランク付け問題にしてあげて考えるっていうもの取り組みを、次に行っています。で、これは、すみません読み方わからないんですけどウォッシュメドですかねの、を参考に今こうランニングトゥランクのフレームワークを使ってあげます。でクエリ と、それに対するドキュメントを、関連度と一緒にトレーニングしてあげるという手法のようです。で、まあ文章の全体が大きいので各クエリごとに上位25分を特徴抽出に使っています。でオリジナルのクエリと UMLS によるクエリと、人手で識別された、まあ、先ほどの UMLS によるクエリで実験を行っています。でこれ、まあ、人手がかかるので手作業を、まあ、削減するためにここでも、稽古のトレーニング文章から、まあまあ、稽を二分割してあげて上位と下位で、上位は関連性がよりあるっていうふうにして、してあげての、実験っていうのも行っています。でこちらが一つ目でこの先ほどの、ランニングトゥーレイト、あ、ランク、あ、すいません、ランニングトゥーランクのフレームワークを使った、実験になるんですが、ここで使っている特徴っていうのが、T がタイトルで A がアブストラクトで、C が、本文ですねを使っているっていうものになります。で、ここでもう、ここで、クエリティッシュに ULS を使ってあげてるんですが、まあ、ここではあまり効果が良くない、まあ、やっぱり人手を使うか、まあ、むしろオリジナルの方がいい、オリジナルクエリの方がいいっていうような結果が出ています。で、さっきの、技術的にこう文章の人手を減らして、技術的にこう特徴を使ってあげるっていう、まあ、学習データの上位と下位に分けて上位が関連性があるっていうふうにして、行った実験なんですが、こちらでも、まあ、若干、まあ、若干精度上がったんですが、まあ、統計的に見るとこう全くこうなんていうんですかね優位性はないというふうに論文ではされていました。で、コンクルージョンです。でこの論文では、臨床意識決定支援システムの、ための、まあ、医学、バイオメディカル文献の検索の基礎となる研究っていうのを提示しています。でバイオメディカル文献検索でのクエリ拡張に基づく情報検索フレームワークというのが有用だよねっていうのを示しています。で、まあ、さっき最初の実験でもありました結構途中の実験でも RF 強かったりしたんですけど、まあ、PRF、RF は、この、臨床意識決定支援システムでこう十分に機能するっていうふうにしていました。であとは、外部のリソース UMRF、RS のコンセプト、まあそうですね、コンセプトを使った、検索のための、まあ、フレームワークっていうのも、まあ、改善に、この検索の改善につながるよねっていうのを示しています。以上で発表を終わります。